はい、皆さんどうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日もね、部品とちょっといじってます。主にはね、前付けれてなかった部品の取り付け、あとは配線をね、ちょっと綺麗にしてあげようと思って、今やってるんですけど、であとそのこの前付けれてなかった部品でウインカーね、今回はもう玉だけを変えようということで、玉だけいっぱい入ってる安いやつね、これを買って、であとウインカーリレーね、これは前つけてたやつを移植したんですけど、結構ね場所がタンク外すまではいかないんですけど、ちょっとフロントをね浮かしてやらないといけない位置くらいにありましたね。これちょっとめんどくさいですね。だから結局もうサイドカウル両面ね全部外してみたいな感じになってます。まただから主にはねフロント周りのこのこれね配線関係ちょっとうまくね収納ができてないんで、このあたりと、あとこのあたりかな、ちょっとガチャガチャしてるの、このあたりとね、ちょっと綺麗にしていこうと思います。はい、今ね、とりあえず取り付けをウインカーね、してみたんですけど、一応ね、動作確認の方もあとで、動作確認の方もしていました。こんな感じで、こういう感じの球ですね。もともとついてたのは、これです。ね。アンパー球。また概要欄に貼っときますけど、ピン位置がこの、なんていうか、ちょっと角度ずれてるやつね。です。ただ、これね、ちょっと見た目が不細工かな、やっぱり。ね。ちゃんとつけたらこんな感じなんですけど、結構不細工かな。だから、省エネ対策、の一環としてね、とりあえずつけてみました。もしこいつをね、流れるウインカーとかに変えるんだったら、また全部バラすの、していかないとダメなんで、ちょっとめんどくさく買ったんでね、とりあえずこんな感じで今回は作業をしています。とりあえずね、この、IC ウインカーリレーに変えといたら、あとはもう、変えるだけなんでね、ウインカー部分もし変えるとしても、とりあえずそんな感じで作業やってます。